おっと誰や、おびっくり、誰やじゃないや、よく来たな、大歓迎だぜ。ただし少々手ごわいけどな。というわけでね、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめうさぎでございます。ですね、ポケットモンスターブラック実況プレイ始めていきたいと思います。前回、おクリームガン、前回ですね、そのリューシティのポケモンジムに挑みました、挑みましたというか入りましたというかな、やっと今半分ぐらいかな。で、尺の問題でこの前は切りましてね、今から後半戦スタートと いきたいと思います。よし、一発目まず倒しました。おー、サメ肌。よし、でですね、このジムはドラゴンタイプのジムらしくてね、ちょっとね、気を引き締めて いかないとダメですよね。こっちですかね、よいしょ、ここですね、多分ここを飛び降りてこうです。で、ウィーンガシャンと動いて、そういくか、そういくか、ちくしょう。で、こうですね、こういってこうで、こうで、こうで、お、下がるんかい、よいしょ。君がどれだけポケモンを知ってるか試す。ポケモン言えるかな、歌えるぐらい知ってますよ。うん、お、3匹。何を出してくる？モノズ。お、かわいいやつですね。よいしょ、まあ、モノズちゃんは普通に雪なだれで倒せますね。問題は先行取られて時間があれですけどね。よいしょ、雪なだれ。ドドドド。よし、さあ、何や、クリームガン、サメ肌ですね。これはちょっとダメージ食らわないようにレッドビームで倒しましょうか。ちょっとね、レッドビーム、よし、はい。さあ、ラストは何や、オノンドかな、オノンドですね、オノンド。じゃあこれは雪なだれでいっときましょう。竜の舞か。よし、雪なだれ、はいはい、倒しました。存分にポケモンの力を引き出しているな、ありがとうございます。ふんふん、ほんほんほん。ということはあれですね、ポケモンと一緒に自分も鍛えてる人はダメってことですね。さあ、ここでいけるはず、これで最後のスイッチだと思います。あれ違う、あれ違う、違います、あれ違うん、え、いけへんか、あ、え、こうで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 、あれあれ、こうかな、あれ、え、あれ、迷った、わ、迷ったぞ、これは。こうかな。違うよな、あれ。詰んだ？そんなん嫌よ。こうで。あ、いけたいけた。あぶねえ。焦るわ。どんなことをしてくれるトレーナーなのかしら。そりゃ、レートビームを。ただ打ちまくるトレーナーです。よいしょ、2匹か、なんや、モノズ。もうね、なんか一定ですね、モノズ、オノンド、クリムガン、これしか出してきませんね、ここの自慢。白竜とか出してきたらいいんですけどね。よいしょ、雪なだれ、ドーン。はい、お疲れ。モノズですね、多分。あ、ちゃう、クリムガンか、クリムガンか、つくしゃ。クリムガンかっこいいですよね、なんかなんかゴツゴツしてて
おお、ドラゴンクロー早いな。おお、食らう結構。よいしょ、危ない。いや、危なかった。お、レベル55に上がりました。うん、順調ですね。あなたすごいじゃない。いや、そこまで、そんな言われるほどすごないですよ。よいしょ、これで最後のはず。おお、よし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 。で、こうの、こうで、ここを登ります。曲がります。行きます、行きます。で、最後にここをこう。あれあれれれれれれ、最後じゃなかった。もう10年以上戦ってきた私たち、ベテランの味をあんたたちに教えてあげるよ。ほうほう。ベテラントレーナーさんですね、多分。かっこいい。お、おのんど。おのんどは進化するんかな。おのんど、なんかボスゴドラみたいなやつに進化しそうですね。おのんどは冷凍ビーム打っときましょう。よいしょ、効果は抜群だ。よし、で、おのんどもう一匹ですね。このままいきましょう。はい、じゃ雪なだれ最後の一発使っちゃいましょうか。お、竜の前。おー、危ない。攻撃はどうやったら死んでるぞ、ロドちゃん。焦りますわ。よし、これで抜けれましたね。はい、というわけでいい調子で進んでおります。過ごした時間が全てじゃないね。そうです、ちょっと通ります。よいしょ。で、あれ、ここをこう行って、こっちは何、わからへん。ここ飛び降りるんかな。よいしょ、よいしょ。お、おーちょ、これでいける。いけた。でも、あれ、出られない。そんな、おかしいじゃないか。よくぞ参られた。私が総流ポケモンジム、ジムリーダーのシャガである。市長なんや。市長として町の発展に力を尽くし、トレーナーとしてただ強さを追い求めた。そんな今求めるのは、明るい未来を見せてくれる若いトレーナーの存在。君がアイリスのように私に未来を見せてくれること、望んでもいいのだろうか。大丈夫だ、問題ない。いきますよ。なんかあれですね、アルプスの少女ハイジに出てくる恩人にめっちゃ似てますね。いや、気のせい多分。うん、よし、行こう。気を引き締めて、おのんどレベル41。よし、ロトちゃん頑張ろう。冷凍ビームで切り抜ける。よし、先行。よいしょ、いいぞいいぞ。まずは一匹クリームガン。おお、定番ですね。よいしょ、レッドビーム。はい、よいしょ、いいね。で、モノズとモノノクス。ほうほう、なんじゃそれ。そのまま戦いましょう。ん？なんじゃこのポケモン、かっこいい。あ、モノズの、じゃあ、モノズ、モノズじゃない、オノンドの進化系か。うわ、かっこいいな。かっこよくても仁義なき戦い。よいしょ、危ない。いやー、恐ろしい。3501、やばいな。56に上がりました。よかった、破れて湧き上がるこの熱き思い、何と言えばよいのか。それはですね、アドレナリンです。君と出たい、君と出たいじゃない、君と出会い戦えたこと感謝する。来ました、ジムバッチ。最後のジムバッチですよ。
パン、パシキュピン。レジェンドバッジ、伝説のバッジ。ふむ、一種すべてのジムバッジを手にしたか。今の君ならどんなポケモンも素直に従ってくれるだろう。これも持ってくれ、もらってくれたまえ。私が好きな技マシーンの一つ、その名もドラゴンテール。ほうほう、ドラゴンの尻尾ですね。ほうほう、ドラゴンテールはダメージを与えたポケモンをその勢いでボールに戻す技。つまり相手はポケモンを入れ替えることになる。君に頼みがある。アデクを追いかけてポケモンリーグに向かってほしい。ポケモンリーグは総流からつながる10番道路の先、チャンピオンロードを越えたところにある。アデクの強さは知っているが、 N という男の強さ、そこを知れぬのだ。そうか、頑張るわ、シャガのおっさん。その前に俺にはポケモンセンターに行くという重大な任務か。おっと、アララギちゃん。はい、シャガ様、シャガ様ちゃう、シャガ様、たくましかった？お、伝説のレシアムを復活させる方法についての報告に来たんだ。ライブキャスターで伝えるのもなんだか申し訳ないしね。で、結論を言っちゃうと、まだ解明できてへんのかい。きっとポケモンが誰かを認めた時に目覚めるのね。それよりもすごいじゃない、一種のジムバッジを8個揃えたでしょ。すごくたくましくなったよね。自分では実感ないかもしれないけど、かの子を出た時は大違い。ではポケモン巡りを終えたポケモントレーナーが次はどこへ向かうべきか私が案内するわね。知ってます、10番道路でしょ。キリ。あのゲートをくぐり10番道路を抜ければ、バッジチェックゲート。その先にあるチャンピオンロードを越えてようやくポケモンリーグよ。唐草のポケモンセンターを案内したこと思い出しちゃった。懐かしいねえ、ちょめちょめすぎ。ポケモンと一緒に旅立つこと後悔している？いいえ。うん、お、マスターボール、ありがとうございます。そのマスターボールはどんなポケモンも絶対に捕まえられる最高のボール。こんな形でしか応援できないけれど、ちめちめ詐欺はちめちめ詐欺、どんなことがあっても迷わずにポケモンと進んでね。じゃあねー。いい人ですね。でもその前にポケモンセンター行きます。マスターボールよりポケモンセンターですね。よし。いやー、今回はなんか盛りだくさんでしたね。ジム戦もありの、そのマスターボールももらいの、いろいろありましたね。さてと、物語も終盤になってきましたけど、もうね、バッジ全部集めちゃいましたんでね、見てください。たたーん、こんだけ集めました。いやね、頑張りましたよ。長かった。でもまだジム戦はもう終わりやけど、あれがあるんですよね。頑張りましょう。というわけでですね、今回はここで終わりたいと思います。次回から10番道路を通りチャンピオンロードに向かい、そして四天王と戦っていきたいと思います。それでは次回、乞うご期待。ありがとうございました。